こんばんは、ソムリエのあゆです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、今回は赤ワインのアレンジレシピをご紹介します。以前の動画で白ワインを使ったカクテルをご紹介しましたが、赤ワインのアレンジも知りたいというリクエストをいただきましたので、今回は赤ワインを使った超簡単にできるカクテルを6種類ご紹介していこうと思います。赤ワインのアレンジといえばサングリアを思い浮かべる方も多いかと思うんですが、サングリアに関しては私のこだわりをたっぷりお届けしたいと思いますので、また別の動画でゆっくりご紹介したいと思います。せっかく買ってきたけどいまいち好みと違ったとか、一度に飲みきれずに保管していたら時間が経って美味しくなくなっちゃったっていう赤ワインでも十分美味しくできます。また今回も割るだけでできる超簡単なアレンジレシピなので、ぜひご参考にしていただけると嬉しいです。今回使う材料はこちらです。こちらがベースで使う赤ワインと、ジンジャーエール、オレンジジュース、カシスリキュール、コーラ、三ツ矢サイダー、カルピスをご用意しました。全部コンビニやスーパーで手軽に買えるものたちですね。では早速赤ワインのカクテルを作っていきましょう。ではまずはジンジャーエールを使ってキティというカクテルを作っていきましょう。こちらは赤ワインを使った代表的なカクテルですね。ほんのり甘くてジンジャーの風味が爽やかなカクテルです。では作っていきましょう。こちらは赤ワインとジンジャーエールを1対1で注げば出来上がりです。ジンジャーエールは甘口でも辛口でも美味しくできます。あと氷を入れてもいいですし、レモンもあってもなくてもどちらでも大丈夫です。このキティはいろいろな説があるんですが、子猫という意味が語源と言われています。アルコール度数が低めで飲みやすいので、子猫が飲めるほど飲みやすいっていう意味があったり、弾ける泡の様子が落ち着きのない子猫そっくりとも言われています。それではいただきます。王道のカクテルですね。本当美味しいです。食前酒として作って生ハムとかオリーブとか合わせたくなります。気軽ですごくおしゃれな気分になれるカクテルですね。これは可愛い女子たちに女子会で飲んでほしいですね。お次はオレンジジュースを使ってワインクーラーを作っていきます。こちらは白ワインのアレンジレシピでも紹介した飲み方です。本来はグレナデンシロップやホワイトキュラソーなども使うんですが、今回も細かい材料は抜きにしてシンプルにオレンジジュースだけで割っていこうと思います。こちらは赤ワイン1に対してオレンジジュースを3くらい注げば完成です。ではいただきます。こちらは白ワインクーラーもそうだったんですけど、すごい可愛らしい感じの味がします。あんまりアルコール感を感じないので、ワインがお苦手という方にも飲みやすいんじゃないかなと思います。合わせるおつまみはカマンベールチーズとかクリームチーズみたいなちょっとコクのあるチーズとか、あと濃厚なチョコレートとかも合いそうです。お次はカシスリキュールを使ってカーディナルというカクテルを作っていきます。こちらはカトリックの位の高い聖職者のことをカーディナルというそうで、その人たちが羽織る赤い服をイメージして作られたカクテルなんだそうです。白ワインのアレンジレシピでご紹介したキールの赤ワイン版なんですが、一説によるとそのキールの人気に乗じてフランスのボジョレー地方のワイン生産者さんたちが生み出したカクテルとも言われています。厳密にはボージョレー地方の赤ワインで作るみたいなんですが、細かいことは抜きにして作っていきましょう。こちらはカシス1に対して赤ワインが4から5注いで軽くステアをすれば出来上がりです。氷を入れてもいいですし、レモンも入れても入れなくても OK です。ではいただきます。美味しい。カシスの芳醇な甘みがすごくふわっと広がりますね。キールよりもちょっと大人な味わいです。
これもキールと同じような感じで、ちょっと酸っぱいかなって赤ワインで作るといいかもしれないですね。こちらはウォッシュタイプとか青カビタイプのチーズみたいな、ちょっと癖のあるチーズと合いそうです。キールは割と食前酒で飲まれることが多いんですけど、このワインはなんか食後にそれこそチーズと一緒に飲みたいかなと思います。ではお次はコーラを使ってカリモーチョという赤ワインのカクテルを作っていきます。こちらはメキシコやスペインで古くから親しまれているカクテルなんだそうです。スペインではサングリアと同じくらい庶民的な飲み物で、安い赤ワインを使うっていうのがポイントみたいです。サングリアもそうなんですが、安いワインを美味しく飲むための知恵なんですね。では作っていきましょう。こちらはグラスに氷を入れて、赤ワインとコーラを1対1で注いで軽くステアをすれば出来上がりです。レモンはあってもなくても大丈夫です。それではいただきます。すごい色が綺麗ですね。うん、美味しい。これは飲みやすすぎてやばいですね。これは渋みの強い赤ワインで作ると美味しいとのことだったんですけど、程よく赤ワインの風味も残って、コーラのちょっとスパイスっぽい感じが引き立ってすごく美味しいです。これはフライドポテトとか唐揚げとか居酒屋おつまみが食べたくなる味ですね。これは本当に美味しいです。お次は三ツ矢サイダー割りを作っていきます。こちらはスペインでティントデベラーノと呼ばれるカクテルをちょっとアレンジしたものです。ティントデベラーノというのは直訳すると夏の赤という意味だそうで、本来は炭酸水とかレモンソーダを使う爽やかなカクテルなんだそうです。今回はそれの日本版として、日本で歴史のある炭酸飲料の三ツ矢サイダーを使って作ってみようと思います。こちらもカリモーチョと同じで、グラスに氷を入れて赤ワインと三ツ矢サイダーを1対1で割りました。カットレモンはなくてもあっても大丈夫です。こちらもすごい色が綺麗ですね。ではいただきます。あ、めっちゃいい香りがする。すごく甘酸っぱくて爽やかですね。フルーツポンチが素敵なカクテルに変身したみたいです。もう晴れてる日に外で飲みたい感じですね。なんかバーベキューとか焼肉とか気軽なお肉料理と合わせたいです。これは本当に美味しいから、ぜひ皆さんに飲んでほしいです。最後はカルピス割りです。こちらはロマンチックハーモニーという、なんだか素敵な名前のカクテルなんですが、カルピスの乳酸菌と赤ワインのポリフェノールで美容にもいいというのが売りなんだそうです。本来はカルピスの原液とお水と赤ワインで作るもので、綺麗に注げるとこう美しいグラデーションになるそうなんですが、今回はもっと手軽にということでカルピスウォーターをご用意しました。それでは作っていこうと思います。こちらはグラスに氷を入れて赤ワイン1に対してカルピスウォーター2で作りました。本来の原液とお水で作る作り方だと、カルピスを先に入れると比重で綺麗なグラデーションになるそうです。それではいただきます。これもすごい可愛らしい色ですね。うん。巨峰カルピスですね。大人の巨峰カルピスって感じです。これは食後のデザート的な感じで飲むといいかもしれないですね。フルーツタルトとかレモンタルトとかとすごく合いそうな気がします。あとはあっさりめなチーズ、避けるチーズとかいいかもですね。すごく甘くてまろやかで美味しいので、これも赤ワインお苦手な方にもおすすめです。今回の赤ワインのアレンジもとっても楽しかったです。
こういうアレンジカクテルって実はちょっとイマイチかもっていうワインで作ると美味しくできたりするんですね。ワインだけでそのまま飲んで美味しいものってもうバランスが完成されているものなんですが、ワイン単体で飲むと酸っぱいとか渋いとか突出した味のもので作るとこのような別の味わいの要素を加えることでバランスが完成されたりするんです。こういうアレンジをいろいろ知っているといろんな角度でお酒を楽しめるのでちょっとお得な気分になります。今日の6種類の中で個人的には初めて試した三ツ矢サイダー割りがもうすごく好きでした。これは危険なやつですね。あとは王道のキティもぜひ皆さんに試していただきたいなと思います。いかがでしたか？このチャンネルではおうちワインがもっと楽しくなるポイントを発信しています。美味しそう、飲んでみたいと思っていただけたら高評価ボタンをお願いいたします。ご質問やリクエストなどありましたらぜひコメント欄までお寄せください。また私の公式 LINE では今日ハンバーグ食べるんだけどどんなワインが合うかなとか、お友達のお家に持っていくのにどんなワインがいいかなとか、ワインに関するお悩みや疑問を24時間受け付けております。あなたの専属ソムリエがお答えしますので、ぜひ概要欄のリンクから友達登録お願いいたします。赤ワインのアレンジカクテル、どれも本当に気軽に簡単にできるので、ぜひこの動画を見ながら一緒にやってみてください。作ってみたご感想などコメントしてくださるととっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。素敵なワインの時間をお過ごしください。またね。